今回はオリジナルラブさんの接吻です。最近オーバルさんとのコラボでプジョル元スペインのディフェンダーか、最近オーバルさんとのコラボでプジョーの CM にも使われてますよね。もうオーバルさん昔から大好きで本当に聞いてまして、僕の大好きなオリジナルラブさんとコラボということで、もう本当にありがとうございます。もう眼福ならぬ耳福でございます。もう聞いたんですけどね、脳みそ溶けました。だからもう今脳みそないわ。もう今脊髄で喋ってます。都会的でチルな感じをどうやって歌で表現するか、早速見ていきましょう。1、ゆったりしたグルーヴ。最近ではチルなんて言葉がありますけど、まさにそういう感じですよね。タイトなドラムに歌とかギターとかシンセとかがルーズに乗ってくる感じ、この感じを歌でも掴みたいですよね。何はともあれリズムはちょっと跳ねてます。あーあーどこかじゃなくて、あーあーどこかチックタックチックチックチックタという感じ。まずはこれができるようになりましょう。で、次がすっごい大事、ドラムよりちょっと遅れて歌うっていうことですね。まあ何言ってるか分かんないと思うんで、ちょっとやってみます。まずドラムとジャストの感じで歌ってみると、まあこれドラムだとしたら、あーあーどこか物足りない今日はとなりますが、ドラムよりちょっと遅れて歌うと、あーあーどこか物足りない今日はとなります。かなり違うでしょ。このルーズに乗ってくる感じがあのグルーヴの元なわけです。練習の仕方としては、まず普通にジャストで歌ってみましょう。こうやって自分で手拍子して 1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,そして乗ります。もうちょっと踊っちゃうぐらいの乗りで、あ、チッドドン、チュカ、チッドドン、あ、ワン、ツー、スリー、あー、あー、どこか、普通に歌う、まずは。物足りない、今日は。それができたら、このグルーヴ感は変えずに、歌だけを遅らせます。あー、あー、どこか、物足りない、今日は、という感じ。とにかく乗りながら歌うっていうのが大事ね。体が揺れるくらい、踊れるくらい、はっきりしたグルーヴ感っていうのをずっと保ちます。で、歌だけずらす。それが大事。その手拍子を基準に、そこから歌だけずらしていくっていうのが大事です。で、練習してるとね、後ろにずれすぎることがあると思うんですよね。まあ、後ろにずれることをレイドバックするって言ったりするんですけど、こうレイドバックしすぎてしまうと、ただ、リズムが溜まってるみたいな感じになってしまいますから、そこは注意しましょう。スマホのボイスメモなんかで録音すると、後から客観的に聞けるのでおすすめです。ちょうどよくレイドバックしてる感じを見つけられるといいかなと思います。そもそも手拍子やりながら歌うのが難しいっていう人は、それやってみてもいいかもね。特に注意してほしいのが、物足りないとか、甘いとか、口づけを交わすみたいに、リズムが入り組んでるところ。この8分を刻みながら歌うのが難しそうなところっていうのは注意してやってみましょう。要はリズムをキープしながら、そのリズムとは別の歌を歌うっていうマルチタスクですから、慣れればできます。できた暁には今までより強力なグルーヴ感とかリズム感が身についてると思いますよ。ぜひトライしてみてくださいねー。声色張りすぎないっていうのは一番大事ですよね。長くとかじゃなくて、長く、このちょうどいいリラックス感っていうのを自分で見つけられるといいかなと思います。そしてもう一つ大事なのが、アタックをつけすぎないということ。それどういうことかというと、口づけをみたいにポン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 出す感じじゃなくて、口づけを交わすみたいに自然なアタックがつけられるといいかなと思います。ゴンチャ君はここまで。以上を踏まえて実際に歌ってみたいと思います。今回はオーバルさんの都会的なグルーヴ感を、まあ自分なりに解釈してやってみたいと思います。僕のチャンネルの別の動画で生バンドのカラオケっていうのをアップしようと思いますので、ぜひ練習に使ってみてね。それでは行ってみましょう。オリジナルラブフューチャリングオーバルで接吻。俺ならこうやる。
くあなたの素肌冷たすぎて苛立つ焼けるようなたわむれの後に永遠に一人でいることを知る長く甘い口づけを交わす夜が全て忘れさせる今日もご視聴ありがとうございました。ボーカルレッスンやっております。カラオケ上手に歌いたいという方からプロの方まで見ておりますので、興味のある方はこちらからぜひ遊びに来てください。それでは別の動画でお会いしましょう。 See you next time!